まだまだ白紙です、放送は。ですね、まだこの映画公開されて、神くんやモネちゃんとか7月からずっとこう日本の試写を一緒に回ったりってことで、随分時間がかかったような気はするんですが、ただまあ、8月の末からの公開ですので、実際はまだ興行中ですし、自分が何をできたのか、観客がこの映画から何を受け取ってくれたのかということが、まだ分かりきっていないような気がするんですね。もう少し、君の名はという映画で何を達成できたのかということが、自分に染み込んでくるまで、そしてそれによってこう自分の次の課題が見えてくるまで、もう少し時間がかかるような気はしています。ですので次の放送というのはすぐには出てこないんですが、ただ一つ言えるとしたら、そうですね、僕はやっぱり次の映画でもその思春期にいる少年と少女を扱うことになるような気がしています。日本だと有名なアニメーション監督として宮崎駿さんがいらっしゃいますが、彼の映画というものはもう本当に全国民にリーチするような幅を持ったかなと思うんですね。国民作家、まさに国民作家だと思うんですが、子供からお年寄りまで、青少年ももちろん、全ての世代が映画館で自分に重なる人物を見つけることができ、何かメッセージを持って帰る映画を作れているのも宮崎さんで、僕自身にそういう幅があるのかどうか、僕にはそういうものがまだ備わっていないような気がしています。自分がまだ、自分が次に作ることができるのはやはりまだ何か精神的な